皆さんのご賛同を得て、朝から今の時間に至るまで、ご協力とご理解のおかげで、スマイルアゲインバイ神栖が終わることができました。心から朝めて熱くお祈り申し上げます。ありがとうございます。お寺をこうして開放するだけでなくて、好き放題で使う私にご理解いただいたご登山のご住職様、そして奥様、お弟子様、いろいろとお手伝いくださった外の庭の掃除から本当にありがたいことだと思っています。心から感謝申し上げます。地元の首長さん、そして師範会の会長さん、また第一事務所から森山裕子師範も駆けつけてくれました。おかげさまで充実したスマイルアゲインの集いが開催できたこと、会場の設営からいろいろとお手伝いいただいたこと、心から感謝申し上げています。また私をいつも支えてくれる石川県の師範のみんな、遠くから今日は能登の珠洲市というところ、能登のもう先端になりますが、能登の先端から車で駆けつけてくれています。今朝1時半に着きました。そして私が少し早く着いて、出雲市駅で2人の金沢市の師範が電車で来てくれまして、私がレンタカーで迎えに行ってこちらへお邪魔をするという昨日の段取りでした。おかげさままたお会いすることもあろうと思うし、30何年ぶりに会いました。中には覚えてくださっている方もあるかもしれません。特派巡回をして、そしてスマイル、今回また来年の全国大会が北海道でありますが、全国大会でもまたお会いする方もあるかもしれません。私がいたら声かけてください。どんな名前で呼ばれても杉良太郎松平健でも結構です。いつまでも縁を大事にしていきたいな、そういうようなことを思っています。そこで今日はもう私が12月の半ば頃まで支部長、東京の方へ行く用事がありませんので、幸いここの御年であるご住職である渡辺老師は曹洞宗支部長の今お偉方さんですね、お偉い方です。幸い今日はお来てくださいますので、この場で部長さんに義援金を私からお届けをして、お渡しをして、そして支部長の方に届けていただくという段取りになっております。皆さんの前でお渡しさせていただきたいと思います。じゃあお願いします。きれいに撮ってね、支部長の映像課の職員の大友さんです。いつも全国大会で世話になってるんです。それ以外にすみません、ありがとうございました。ありがとうございました。では本当にご無理言って、会場をお世話いただいたというか、大変していただいて本当にありがとうございました。こちら毎回、部長さんに前回もお渡ししましたが、今日の義援金さっきも報告したよね。しました。額はもうここに書いてありますので、お渡ししたいです、はい。じゃあ皆さんからのお願いします。ありがとうございます。顔ダメだったら修正してみて。部長まだ若いからいいけど、私は年上だから。皆さんありがとうございました。今日は本当は
休みで早朝しなければいけませんでしたですけど、このために私は休みを取って今日のこのお預かりしました義援金、明日中部総長に間違いなく、そして合わせて皆様方が熱心にご支援受けられたことを、一緒にお伝え申し上げたいと思います。どうも本当にありがとうございました。ちょっと、市販の人、中入ってくれますか、所長さんも、全員中入ってください、手伝ってくれた石川県の市販の子、全員中、輪の中入ってください、これからみんなと一緒に、にぎやかっていうか、もうガーッと盛り上げて終わりたいと思います、また次にお会いしたいって気持ちを、精一杯歌っていきたい、もっとこっち入ってください、最初にワンコールに生きるを歌います。真心で行くのは、箸を上げて、ちょっと、お団子の箸を上げて、真心で行くのは、この、後ろの彼が、もう思いっきりだな。はい、それでは、それから歌いますから、音楽をかけますので、安心して歌ってください。2番は、すぐに終わり、1番終わったらすぐに歌います。そして2番が終わったら3番の間に間奏があります。その間奏の間はちょっとこう歌わないで、間奏が終わってから3番ということになります。それじゃあ真心に生きるから歌わせてもらいます。はい、お願いします。はい。Oh, yeah.
会からもう12年ほどか13年ほどになりますね。南光月さんに作ってもらった真心に生きる、去年か一昨年も一曲作ったんですけれども、この場には合わないかなと思って真心に生きるを選ばせていただきました。またみんなで楽しく歌ってほしいなと思います。もう一枚皆さんに売却も参加って書いてありますが、実はこれは私が勝手に皆さんと一緒に歌っております。白鳥園恵さんっていう作詞がありました。白鳥園恵さん、その方が作った辛いなっていう歌があります。千正男がいくら頑張っても売れなかった時に、遠藤実先生が何とかして千正男を世に出したい、 A 面の歌はできたんだけれども、 B 面、まあ、A 面 B 面ってドーナツ版の LP ができるんですね、できたんだけども B 面がどうしてもできない。そこで何とかして作りたいと思ってプロデューサーに頼んだら、白鳥祖明さんの辛いなっていう歌を持ってきて、歌詞を持ってきて、それが世界中に広まった星と見逃すっていう歌なんです。で、別れることは辛い、で、別れに星影のワルツを歌おうっていう、この歌詞は遠藤実先生が追加したんだそうです。ギターを片手にってやってるうちにだん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 メロディーが出てきたって遠藤先生、そして止まらなくなってきて、冷たい心じゃないんだよっていうフレーズになったら、もう一回繰り返したいなと、高い音があったらもう一回低い音でも一回言ってみたいな、それで作ったのが星影のワルツというメロディーなんだそうです。あのメロディーをですね、ある時高田光陰館長さん、奈良の薬師寺の館長さんが千正男の歌を一緒に遠藤実先生と聴いていて、そしていかがですかって高田館長さんに聞きましたら、いいご栄華だねって言ったあのメロディーが、いいご栄華だねって録音するときに遠藤実先生が録音しているミキサーシステムで豪語泣き出したって、あの歌を聴きながら、そしたら録音っていうか歌っている千正男まで泣き出して、録音がうまくできなかったっていうエピソードがあるぐらい、あのメロディーは素晴らしいになっています。そのメロディーを使わせてもらって、私も全国大会で皆さんとも一緒に歌ったと思うんです。歌詞を作りました。今回はこれはスマイルアゲインのために私が歌詞を作った、その歌詞を載せて、メロディーに載せて歌っていきたいと思います。で、みんなで歌ってる間に中にいるこの若い師範、ちょっと年いたら見ますけどそこは我慢してもらって、その襟好みをしないようにして、ずっと皆さんに握手して回ります、歌いながらね。ただ手握って離さないっていう人が中にいますけど、持ち帰りはできないっていうことです。それじゃお願いしましょう。これも同じ山花先生が作ってくれてる伊藤先生、やっぱ入ってください。なんでどうですか。じゃあどうぞ。ちょっと握手します。はい。はい。